3時か。あ、じゃあ早めに食ったら全部見れるかもよ。全部じゃないけど。あ、刺身をガンダムさん久しぶり、いらっしゃい。今ちょっと画質真ん中まで戻したけど、また音がプツプツになったり熱暴走したら最悪ツイキャスに変わっちゃうんで、そこをご了承の上でお願いします。初見さんいらっしゃい。今こう島根県に来てます。島根県の何市だろう、道の駅日原というところ。今映像大丈夫？ブレブレてない？プツプツってない？そう、道の駅な。画質真ん中でもいけそう。今ドコモの Wi-Fi でやってるからドコモの電波なんだけど、いけそう。じゃあ熱暴走する前にとっとと行ってね。ちょっとお土産買ってあるから中は入れないけど、こっからちょっとね、何箇所か車載も込みでずっとできたら続けたいんだけど、チョリースらしい。え、島根県民なの？本当に知ってる？じゃあここ、これから北に向かいます、日本海側に。映像怪しくなったら早めに教えてください。俺ここ自販機探しちゃった、さっき。どこにあるか、すごいとこにあるよ。ここトイレ。あ、両さんいらっしゃい。ここトイレなんだよ、ここ。普通の道の駅のトイレ。西部か。トイレの裏のここかよ、あったとこ。今見えてる？映像ブレちゃう。変えるかな。さっき一箇所変えなかったから。しようか。こっからうどん祭りだから。ねえ、こっからうどん祭りだからね、1個しか食えないんだ。もう絶対食いたくなくなっちゃうから。書いてある主な原材料も。これね、食べる場所がないの。ここが入ってる。食べる場所がないんだよ。これ食べる場所ね、離れてんの。めっちゃ移動した方がいい。地元民で見たことない。そうなんだ。そう、こういうね、自販機を今巡ってます。トイレに立てるのはちょっと、ちょっと待って、これいいかな。椅子とね、あの道の駅の椅子は結構離れてるんだ。一回映像切ります。見えてる？10箇所目かな。 OK、 ツイートしときます。10箇所目。
ネギの緑がいい感じじゃない？普通より。何町？あのね、道の駅日原ってところ。シルクウェイ日原。西の下の方じゃない。俺山口から来てるから遠征して回ってきてるんで、これから上に上がっていくんだけど、須田市とかの方ですね。石見銀山、ちょっと待ってね、これやっぱ感度下げないと無理だね、安定度。説明してたの聞こえなかった。がっつりチャーシュー、がっつりチャーシュー、ネギ、メンマ、ナルト、ごま。チャーシューやばいよこれ、ガチなチャーシュー。こっちはさっぱりわかんないか。諏訪の今戻った岩見銀山、確かにあるよね。音声聞こえてる？別世界なんだ。薬味ある。あのね、七味とこれがあった。またこれあった。うまい。今ね、2周年の記念枠で
4日間配信してるうち今3日目です。めちゃくちゃ映ってる今。めっちゃプレゼってる。埼玉から来たんで、埼玉にこれから帰り道です。山口まで行って、今帰り道、これから。帰り道をいろいろ寄ってきます。ぼちぼち電波悪いね。電波悪いのかな。そうです。帰り埼玉に。埼玉の方にはその人の聖地なんですよ。こっちその人がいるからここら辺が聖地なの。その人がメンテナンスしてくれてるんです、ここら辺の自販機を。その神と呼ばれてるね、西の神と呼ばれてる。今電波と熱暴走両方かな。とりあえず早く次行くね。トトとなんか電波だかなんだか悪いからちょっとトトと食っていく。え、音がプクってる？両方なんだ。じゃあまた安定のツイキャスにしますか。
とりあえず車まで歩くまでに戻るか。ダメっぽいね。今アプリ立ち直げたら平気だろうけど、今アプリ立ち直げてた。あ、ね、ニコ生ね、なんで今不安定かというと、もうすぐ変わるの知ってます？6月28日、もうすぐニコ生メンテナンス来るんですよ。今は声もダメ。